まずは第1ラウンドです。さて北村選手、少し位置を変えましたが、リアクションできてないし、ここで止めた、グラウンドパンチによりますノックアウト。日本人でこの選手に通用する勝てる選手がどれだけいるのかっていうような選手だと思います。落ちた。I think you'll see it everywhere. Striking, grappling, high level stuff. Big things coming for the future. I think I see the belt coming. 最高の環境なんで、強くなるかは自分次第だと思って頑張ってやってます。楽しいですね。まあ教えるのも好きですし、まあ、楽しくこうみんなで仲良くこう成長していけたらなっていう。二人で一緒に考えながらやる時間が増えて、より楽しいなと思います。まあ、うちの牛久も行って帰ってきたらすごい強くなってたりして、あ、成長しているなと思うんで、まあ、もっと強くなってるんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ、見ててお腹とか弱いなっていう部分も見えてるんで、そういうところでやっていこうかなと思ってます。元谷さんがすごい足をして勝つみたいな言われてるんですけど、コロさんもすごい強いので激闘になるんじゃないかなって思ってます。元谷くんが今ディープ代表してライジンだったりいろんなところで活躍してるんですけど、逆に勝って奪い取ってやりたいって気持ちもあります。久しぶりのディープということで、一番いい試合をして会場を盛り上げたいと思ってます。